はい、どうも皆さんこんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は、有能な社員かどうかを見分けるために必要となるスキルの特定方法についての解説をしたいというふうに思います。主にスキルっていうのは2種類あるんですね。2種類、ハードスキルとソフトスキル、つまり柔らかいスキルと硬いスキルがあるっていうことなんですが、一体どういうことなんでしょうか。早速見ていきましょう。まずハードスキルっていう言葉の定義からいきますね。ハードスキルっていうのは、特定の仕事や内容に向けて専門的に得られる知識のことを言います。例えば特殊車両の運転技術、まあ、クレーン車とかですよね、の操縦方法、これはハードスキルに分類されます。他にはブロックチェーン、まあ、暗号通貨に関わるような技術、これもハードスキルになりますね。他にはまあ畳職人とかもね、ある意味専門的な技術や知識っていうのは全てハードスキルに分類されます。でこういったものは、まあ、反復練習だったり特殊な訓練を受けることで獲得できるものなんですね。だからまあ資格とかもある意味ハードスキルになります。他にはね、いくつかの言語を話せるとか、英語と日本語と中国語を喋れるっていうのも、これはハードスキルに分類されます。じゃあ、そのまあ対極にあるソフトスキルっていうのは一体何なのかっていうのを見ていきましょうか。ソフトスキルっていうのは、とりあえずまず定義からいくと、どちらかというと、まあ、性格とか普段行っている習慣化された行動とか癖、ですね、こういうものをある程度ソフトスキルとして、まあ、くくることができるんですね。で、その自分の持っている、まあ、性格とか行動パターンがどのように仕事に影響を与えるのか、どのように人との関わりに影響を与えるのかっていうところで、まあ、総合的に判断するわけですよね。でとりあえずそれがソフトスキルだと。ソフトスキルの代表としては、例えば問題解決能力だったり、対人関係能力だったり、適応力だったり、他にはまあ楽観的かどうか、つまり不安を感じにくいかどうか、鋼のメンタルとか、そういうことですよね。でまあそういうだから特性、生まれある程度は生まれ持ったものに結構近いのがソフトスキルで、逆に経験とカバー、まあ、経験と知識や反復練習などで獲得できる知識や技術、専門的な何らかの職人技っていうのは、まあハードスキルに分類されるんですが、基本的に世界中の企業をいろいろアンケートを取ってみたところ、どっちの方が求められるのかと、ハードスキルを持った人材が欲しいのか、ソフトスキルを持った人材が欲しいのか、どっちなんだっていうことで比較した結果、何が分かったかっていうと、ダントツでソフトスキルを持っている方がやはり望まれるっていうことが分かりました。つまり何らかの専門的な知識を持っているとか、高学歴だとかっていうことよりも、対人関係能力、いわゆるコミュニケーション能力とか、問題解決能力だったり、合意点の形成のためのスキルだったり、リーダーシップだったり、などですね、他には適応力だったり、臨機応変なレスポンスの速さとかだったり、あと不安の感じにくさ、チームワークの良さなどですね。じゃあちょっとその特に望ましいとされているソフトスキルについて一個一個詳しく見ていきたいというふうに思います。いくつか代表を挙げておくので、それぞれまあ見ていきましょうか。例えばコミュニケーションスキル、まあコミュニケーションスキルがあるに越したことはないことは間違いないですよね。結局一人で何かを作業する場合、自分の美学を反映させたものはできます。でその美学に共感してくれる人たちが、まあ、要はファンになってくれるわけですよね。じゃあ逆にその美学がすごく狭い範囲のものだった場合、まあそれを拡大させるっていうのは難しくなっちゃいますよね。もちろんその拡大することを目的としていないんであれば別に構いませんが、もしもっと大きく発展したいな、もっと広めたいな、もっと遠くまで行きたいなっていうふうに思うんであれば、チームワークやコミュニケーション能力っていうのは必須になってきます。他にはまあ適応力や、まあ判断力、まあ適応力に限って言うと柔軟性なんていうのもそうですけれど、どれだけ新しい環境に適応できるか、どれだけ臨機応変な対応ができるかっていうのもかなり重要になってきます。要はパニックを起こしてポンコツになっちゃうっていうんじゃ困るわけですよ。
で実際それで悩んでいるっていう人も見てきました。そのまあパニックを起こすとポンコツになっちゃうっていうタイプの人はどちらかというと勤勉性とかでカバーする人が多いです。勤勉性とか前もって準備するとかもう徹底して何か20分ぐらいのスピーチを完璧に覚えてそれをまあスラスラと言うようにするとかっていうことですよね。だからそういうまあどうしても臨機応変さっていうのに欠ける場合は順序性の高さや準備を徹底して、自分のその弱点を補っていくっていうようなパターンが多いですね。ただやはり望まれるスキルはどうやら臨機応変さとか柔軟性っていうことのようですね。あとアクティブリスニングっていうのも入ってました。これ面白いなと思ったんですけれど、アクティブリスニングっていうのは相手の話を聞く、相手の、課題を特定する、そしてどこで悩んでんのか、どこでつまずいてんのかっていうのを炙り出していって浮き彫りにすることで本人が自分の解決課題能力を高めていく、自分で解決できるように導いていくっていうことですね。そういったことを目指す技術なんですが、それがいわゆる傾聴、アクティブリスニングと呼ばれる技術になってきます。ここには、プロブレムソーヴィング、つまり問題解決ですね。まあ課題解決や問題解決っていうのはどっちかというと複雑な難しい問題にこうなんとか解決してやるんだという時に必要になってくるんですけれど、これはやっぱ IQ の高さがものを言う世界ですよね。やっぱり時間をかけてちょっとずつやっていくこともできるんですけれど、どうしても時間がない場合、 IQ の高い人と低い人とで比較した場合、どっちの方がより早く問題を解決できるかというと、やっぱり IQ の高い人の方が問題解決能力が高かったりスピードが速かったりします。で IQ っていうのは確かにこれはまあ生まれ持ったものである、ある程度まあ遺伝的な素質っていうのは大きいわけですからね。まあ確かにソフトスキルとしてはまあそっちに分類されるのはまあうなずけるかなと思います。他にはね、楽観的かどうかっていうこと、楽観的っていうことも結構重要だってことは分かってるんですよね。要は不安を感じやすいとか、怒りっぽいとか、ビビり症であるとかっていうんじゃなかなか前に進めないわけですよね。新しいことをチャレンジするっていう意欲がなかなか湧いてこない、不安からこうじっとしちゃう、何もできなくなってしまうっていうことあったりしますよね。あまりにも気にしすぎると結局前に進まない、とにかくがむしゃらに何かやってみる、試してみる、ことでたまたま当たりくじ引いたらそこをひたすら横展開していくっていうのがまあ王道パターンですよね。もしここでビビってて、いやこうしたらこういうダメなことが起きるかもしれない、こういう怖いことが起きるかもしれない、何か嫌な予感がするっていうんじゃもう前に進まないですよね。結局リスクを取るぞっていうことで周りの人が追い越していくわけですから、不安を感じにくい人ほど不安を感じにくい人ほど追い越しやすいっていうことでね、周りの人を追い越しやすいで、不安を感じやすい人ほど追い抜かれやすいっていうことになります。他には組織力、組織力もまあ確かに重要ですよね。いかに組織をまとめ上げるか、だからリーダーシップのようなものが必要だったり、ゴールの共有、ビジョンの共有っていうのがうまいかどうかっていうことですよね。ある意味はその人前に立って、そしてカリスマ性のようなものっていうものを演出する、そして多くの人にまあ付き従わせるというか、あるいは応援してもらうっていうことですよね。何か大きな目標に向かって応援するしたいっていう気持ちに周りを誘導していくっていうことですよね。例えばまあ西野さんね、お笑い、元お笑いの西野さんとかもプペルの塔っていうのでね、結構一時期盛り上がってたじゃないですか。であれもやっぱりプペルの塔を日本中で一気にわーっとやるんだっていうふうに本人が言って、その目標を応援したい、ぜひとも実現させたいっていうような人たちがいっぱいついてきてくれたわけですよね。で一生懸命みんなが動いてくれたということですもんね。そうやってやっぱりでかい目標に向かって突き進んでいる人っていうのは応援したくなるわけですよ。なんか参加したいというか、自分がするのは難しいけれど、でも誰かを応援したいっていう欲求だったら、じゃあまあ思う存分満たせますよねっていうことだったり、他にはパブリックスピーキング、まあ人前に立って喋れるかどうかっていうことですね。その外交性の高さや大胆さの大きさっていうものも結構重要になってきますよね。いかに大胆に振る舞えるか、
もう断言してしまうぐらいの感じですよね。なんか嘘でもいいからなんか何かを断言してしまう。それぐらいのカリスマ性があると、やっぱりその人って、おお、なんかすごい人が出てきたぞっていう気持ちになっちゃいますよね。これが全部ソフトスキルに分類されます。なので、もしあなたが面接を受ける場合ね、まだ大学出たてほやほやの人であれば、こういうソフトスキルがいかに自分は高いか、それソフトスキルを使ったことによる成功体験はどういったものか、他の人たちにどのようなポジティブな影響を与えて、結果どのような結、まあ、どのような成果を残すことができたのかっていうのをアピールすることができれば、企業としては、お、ソフトスキルの高い子が来たぞ、この子は雇いがいがあるかもしれないなっていうふうに思ってもらえるわけですよね。で、逆に私はこういう専門知識がありますっていうのも、もちろん強みにはなるんですけれど、まあ専門職すぎてちょっとコミュニケーションが取りにくいなとか、ちょっとこの人は能力はすごいんだけど、すごいスキルは持ってるんだけど、まあやっぱり職人気質すぎるなと、ちょっと扱い方が難しいなと、これなんかちょっとでも会社とぶつかったらややこしいことになりそうだな、大丈夫かなみたいな不安を抱かせてしまうようなことがないように、ある程度のコミュニケーションスキルや柔軟性を持ってますっていうのをアピールしつつ、こういうスキルも持ってるんです、ブロックチェーン分かりますとか、動画編集できるんですっていう、そう、実はね、動画編集もね入ってたのよね、ランキングに。じゃあちょっとせっかくやからランキング、ハードスキルのランキングっていうのを出しましょう。まず言語能力があるかどうかっていうのがある程度こうありましたね。やっぱりまだ通訳っていうのが必要なのかもしれません。で、これが10年後20年後になるとどうなるのかなっていう感じですよね。もうかなり優秀な通訳ソフトって出てきてるから、まあいずれ追い越されるのかなって思いますね、機械に。で、他には動画編集、まあこの動画編集もね、やっぱりセンスが問われると。で、私も今自分でこれ全部動画編集してるんですよね。音楽選び、文字どうやって入れるかとかね、どんな風にカラーグレードするか、つまりこの動画、今皆さん見てる動画っていうのはなんか色鮮やかに映してるんですね。私はそうやって編集してるんですよ、色を後で。もともとすごく、元々のデータだけ見るともっと薄っぺらい色をしてるんですよ。今こんな感じで薄っぺらくなってるでしょ、こんな感じの色なんですよ、もともと。それをこうやってカラーグレードするとこんな感じですごい綺麗に見えるわけですよね。だからこの、編集スキル、ある程度の編集スキル、文字を入れることができるとか、いらん余計な部分を切って、そして継ぎはぎできるとかっていうようなスキルですね、これ持ってるとまあ有利かなっていうことになります。あと音もね、ちゃんと調節してるからね、もし音を調節しなかったらこんな感じに聞こえるんですよね。なんかちょっと全然違うでしょ、音が。で、それをちゃんと調節した上で、こうやって動画編集すると元のこんな感じになりますね。やっぱり編集した後の方がちょっと聞き心地が良かったりするでしょう。だから音の編集や、色、色彩の編集や動画の編集など、まあいろいろ文字入れとかね、できれば有利かなということになりますよね。他にはコンピュータースキルっていうのも入ってますね。まあまあそりゃそうかという感じですよね。で、その次、これフォークリフトとか、そういう何らかの特殊な、ドライビングスキル、特殊車両を運転できるかどうかですよね、っていうことも入ってました。あとグラフィックデザインも入ってますね。他にはデータマイニング、まあデータマイニングっていうのはちょっと分かんないんですけど、例えば暗号通貨とかでね、まああんまりちょっと分からへんからやめとくけれど、とにかく暗号通貨の信頼性や信憑性の高さを検証するための作業で、データマイニングっていうのはどうもあるみたいで、それができれば良いと。で、データマイニングっていうのをするとちょっとお金が入るみたいなね、暗号通貨ちょっともらえるっていうようなシステムらしいんで、面白いですよね。で、あとブロックチェーンもね、このブロックチェーンの技術を使うことでデータの信頼性の高さっていうのはある程度担保できるっていうことですよね。で、あと SEO、 つまりインターネットでどれだけ上位に検索ランキングに食い込めるかっていう、その専門的な知識があるかどうかですよね。うん、他にはコピーライティング、コピーライティングの技術も大事だろうなと思います。コピーライティングっていうのはどれだけ商品を魅力的に、自分の持ってる商品を魅力的に伝えられるかっていう、うまいキャッチフレーズだったりキラーワードだったり、これを伝えると心を動かす、掴めるっていうような、そういうフレーズがサクサクできるか作れるかっていうことですよね。なんならもうコピーライティングだけで
結構食っていけてるっていうような人だっているみたいですからね、一部だろうとは思いますけれど、というようにこういうハードスキルもあればかなり有利だってことになります。まあだからハードスキルを持っていてなおかつソフトスキルも持っているんであれば、まあすごいことになりますよね。ちなみに私は自分でどんなハードスキルとソフトスキルあるかなって見てみたんですよ。なので自分の中で考えたのがコミュニケーションスキル、コミュ障どうだろうね、私はコミュニケーションスキルに関しては実はそんなに高くないんで、ここは弱点かなと思ってます。で逆に柔軟性の高さ、ここは自信ありますね。臨機応変さや柔軟性の高さに関してはなかなかのもんやと自分で思ってます。これは自制心の高さから来てると思います。いろんな人と、我慢強く粘り強く関われるっていう気質があるんですよね。つまり感情の起伏が激しくない、変動しないから誰とでも子供とでも我慢強く、まあ、ある程度は、できるということですよね。でアクティブリスニング、これに関してはね、もうあの技術で習得できるんで、私の場合技術で習得しました。とはいえもともと人の話を聞くっていう自制心の高さも相まって、能動的聞き取りっていうのが結構スムーズにできるのかなと自分では分析してます。他にはまあ問題解決能力もまあまあ低くはないかなと、一応先行研究調べたり論文を調べるっていうようなことは自分ではまあ得意な方かなと思ってます、個人的に。あとオプティミズム、まあつまり楽観的に物事を捉えられるかどうかということですね。これもまあ自信あります。楽観的なものの考え方っていうのは父譲りじゃないかなと思ってます。楽観視するとでしすぎて逆に貧縮買うことはあるかもしれませんね、不安の感じやすい人から。であったりチームワーク、まあチームワークもある程度技術としては習得はできてるかなと思います。とはいえやっぱり自制心の高さっていうのもあるかなって結構大きいなって気にしてきました。自制心が高いからいろんな人と平気で関われるっていうのはでかいよね。例えば一つその実際印象的に残ってるのが、高校の時にねちょっとオタクっぽい子がおって、なんとなく女子から嫌われてたんですよ。なんか汚らしいとかそういう理由かなと思うんですけれど、で料理か何かの授業でね、みんな調理実習かなんかするじゃないですか、高校の時にね、家庭科で。ほいでそのちょっとオタクっぽい子は料理はできてたんですよ。で私はあこいつと組んだら楽やわっていうことで、私はその子と組むのは別に抵抗なかったんですけど、周りの女子はすごい嫌がってたんですよね、その子と組むのが。でその子が何かすると周りの女子がキレるっていうようなことあったんですよ。あなた一人だけの作業じゃないんだから勝手に進めないでよみたいな感じで怒られてるんですよね。で私はそれを見てかわいそうやなみたいな、私が同じことしたら私に対しては怒らないんですよ女子は。ああ頼りになるわぐらいのこと言うんですよね。でああそれすごい気の毒やなと思って、すごい格差やなここで、外人特権 VS オタクっていうね、オタクの方が料理の技術高いのにそこを評価されるんじゃなくて、生理的な嫌悪感でただただなんか嫌われてるっていう感じだったんですけれど、で私はだからその子と関わることには何の、まあ、平気やったわけですよ。でだから周りの女子がね、いやクロス君はすごいね、その、誰とでも関われる感じすごいわみたいなこと言われてました。まあでも元からそうやからなみたいな、だからそういうやっぱり気質っていうのはあるだろうなと思いますね。自制心の高さ、嫌悪感の低さ、嫌悪感を感じにくさっていうことはあるかなと。だから合理的な判断っていうのはすごい得意というふうになるよね。じゃあ今度ハードスキルとして私はどんなものを持ってるかっていうと、まあランゲージスキル、まあ英語日本語できるわね。ビデオエディティング、まあつまり動画編集できるわと。コンピュータースキル、まあ最低限のコンピュータースキルあるかなと。ドライビング、ドライビングはバイクの運転しかできません。グラフィックデザイン、グラフィックデザイン、まあサムネのデザインぐらいだったらいけるかな。でデータマイニングはこれはできませんね。でブロックチェーンも分かりません。 SEO に関してはまあ YouTube やブログで最低限の知識あるかなっていうぐらいで、コピーライティングもまあまあ、悪くはない程度にはできてるかなと思う。最低限のコピーライティングスキルは持ってるかなと。そう考えるとね、私は相当優秀な人材なんじゃないかなと個人的な自分では思ってます。優秀やなと。でそうやね、今まで全部一人でいろいろやってたから、なんか誰かと組んで面白いことしたいなって常々思ってるんですけど、常々思ってるだけでなかなかそういう出会いがないなと。だからなんか面白い出会いとかコラボできへんかなとちょっと思ってるんで、興味あるよっていう人、なんかこんなおもろいことしようぜとか、こんなコラボしてみへんかっていうような気軽なお誘いがあれば、ちょっとね話聞いてみたいなとは思っているんで、よければコメントやメールなどしていただけたら、私としてもお面白そうっていう感じで乗っかれたら乗っかっていくんでねと思ってます。
他にもねこの辺の動画割とおすすめかなと思ってます。特になるべくその、組織の開発だったり人材の開発だったり優秀なチームを作るにはどうすればいいのかということに関しては結構この辺の動画解説してるんで、よければご覧ください。それでは。